潮位的には高い状態ですが、水面的には比較的穏やかなコンディションとなっております。シリーズ初日の戦い、ポイッタプロ競争へと移ります。第11レース和州選抜戦、1号艇には山路将暉、2号艇には山本浩二、3号艇には田中健太郎、4号艇には山口達也、5号艇山崎裕二、6号艇には井上大輔、以上6選手の対戦11レース和州選抜戦です。このレース圧倒的な支持を集めたのは白のカポックで登場となった1号艇の山路、まだボートを流している状況です。2コースは2番人気2号艇の山本浩二、センター3コースが3号艇の田中となります。スタートまで残り35秒、4コース引っ張って角1が4号艇の山口、その外5号艇の山崎は今日のヒルトククラリス戦逃げての勝利、サイアウト6コース前走2着連対6号艇の井上です。新入スタイルスロー2、3艇山路、山本浩二、田中の1、2、3、かまし3艇山口、山崎、井上、4、5、6、枠なりポジションです。スタート10秒前、第11レース和州選抜戦、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートします。スロー3艇、コースアウトは1号艇、2号艇、3号艇、白い1ワーク、インから逃げ体勢、1号艇山路、2号艇山本を刺す、3号艇の田中がまくっていく、2番寿司から4号艇山口先手くっついて、5号艇の山崎内を作って、6号艇の井上大輔、ここはスリー通し切った1号艇の山路、2番手2号艇しばった2号艇の山本、3番手にまくった刺したの3号艇、4号艇並走、一緒にコーラーの旋回、スタートは正常焦点、2番手3番手の攻防戦で盛り込んで4号艇の山口、差し返すは2号艇の山本、握った3号艇田中くるっと6号艇の井上大輔、先頭は1号艇山路、2番手取り返さばいた2号艇の山本浩二、3番手が追走する4号艇の山口達也、上体形は1、2、4でレースは2周目と進みます。1枠の旋回体制は先頭1号艇山路、2番手2号艇の山本、3番手4号艇山口切り込もうとしますが外を回します、上体形1、2、4の体形、4番手3号艇の田中、その後方5号艇の山崎、6号艇井上が追走、レースは2周目枠の旋回と向かっていきます。前の2艇が抜けました。先頭1号艇の山路、2番手が2号艇の山本、3番手抑え込む4号艇の山口、切り込もうとする3号艇の田中届きません。3番手逆にリードを取ったのは4号艇の山口達也。上位の3名1、2、4変わらずレースはすでに3周目と移っております。このレース1コースからコンマ1球しっかりと押し切って日記で答えた1号艇の山路将暉、2番手が2号艇の山本浩二、3番手が4号艇の山口達也。人気を集めた3名ワンツースリーを形成、2連単1、2、1番人気は 2.6倍、3連単1、2、4、こちらも1番人気は 6.3 倍となっております。ラストコーナーの世界先頭1号艇山路将暉、2番手が2号艇山本浩二、3番手4号艇の山口達也、上位の3名は山路、山本浩二、山口です。先頭1番山路ゴール、2着2番の山本ゴール、3着4番山口ゴール、5番の山崎、3番田中、ラスト6番の井上ゴールインです。以上、小島第11レースでした。